皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、パワークエリー4エクセル、ベーシックでは、パワークエリーエディターの各コマンドについてご紹介しています。今回のコマンドは、列のピボット解除です。では、早速始めましょう。データとしては皆さん、 こんなデータを見たことはありませんか機関系のシステム等からダウンロードした CSV ファイルによく見られるフォーマットです。このデータも本来 CSV ファイルなのですが、CSV だとわかりにくいので、Excel で表現してみました。このデータには2つの大きな問題点があります。1つ目の問題点は、 パーツナンバー列に空白セルがあることです。このデータを作った人は、上の行と同じデータだから省略しよう、との思いで作ったのでしょうが。そもそも、データは、1データ1行で表さなければいけないのです。上の行と同じだから、省略して空白など許されないのです。しかし、このような CSV データが多いことも事実です。 ですから、前回の動画で紹介したフィルコマンドがパワークエリーエディターには用意されているわけです。二つ目の問題点は、日々の日付が列の見出しとして利用されていることです。この日々の日付というのは、日付という名前の列にデータとして配置されるべきものです。しかし、 このフォーマットのデータもたくさんあります。CSV データの場合の理由は過去の Excel の最大行数に起因するのでしょう。なぜなら Excel97 までの Excel の最大行数は65,536行でした。しかも、行数が増えると Excel が不安定になるため実質3万行程度での利用が現実的だったのです。 そんな状況の中で少しでも多くのデータを CSV に収めようとすると必然的に日付を横に並べることになったのでしょう。もう一つの理由は Excel が表計算ソフトだということだからでしょうね。日付が横に並ぶこのフォーマットは Excel の入力表のフォーマットとしては王道です。テーブル機能がない時代に データベース形式のデータを作って Excel を使っている方は少数派でしたからね。データ的に正しい姿は先ほどの問題のあるデータを正しいデータに直すとこのようになります。日々の日付は見出しではなくデート列のデータになるんです。これが正しい姿だからこそ。Excel のシートは 64対1と行の方が多いのです。Excel はデータを行方向に追加するように作られているのです。パワークエリーエディターで変換。先ほど紹介した問題のあるデータを正しい姿のデータに変換するためのコマンドがパワークエリーエディターには用意されています。それが変換タブをクリックして表示される。 リボンの任意の列グループの右上にある列のピボット解除のコマンドですそれでは実際に操作してみましょうサンプルファイルを用意してあります概要欄のリンク先からダウンロードしてご利用くださいテーブルの適当な一つのセルを選択しますこの時テーブル全体を選択する必要はありません データタブをクリックしてデータの取得と変換グループにあるテーブルまたは範囲からをクリックしてくださいパワークエリーエディターが起動します最初にパーツナンバー列のナルをフィルコマンドを使って変換します選択列を変換したいので変換コマンドをクリックします 任意の列グループの中央にあるフィルコマンドをクリックします。展開されるメニューから下へをクリックすると、フィルダウンが実行されて、なるがデータで置き換わります。日付列を列のピボット解除したいと思います。2023年2月1日の列の見出し部をクリックして選択し、 水平スクロールバーを右方向にトラッグして最終列を表示します。シュフトキーを押しながら2023年2月28日の列をクリックしてすべての日付列を選択状態にします。変換タブの任意の列グループの右上にある列のピボット解除をクリックしてください。 選択した日付列が属性と値の列にピボット解除されました。これが列のピボット解除コマンドです。私は断言します。皆さんは二度とこのコマンドを使うことはありません。それではその理由をご紹介しましょう。まずは今追加したピボット解除された列のステップを ステップの先頭のバツをクリックして削除してください。次に、パーツナンバー列とアイテム列を選択してください。選択中の列の見出しの上で、マウスを右クリックします。表示されるメニューから、その他の列のピボット解除をクリックします。ほら、この方法の方が簡単だったでしょ 仕様が変わった列のピボット解除。いつから仕様が変わったのかは定かではないのですが、Excel 2013にアドインとして PowerQuery for Excel が提供されていた当時は、列のピボット解除は、選択した列をピボット解除する機能で、使用される関数はテーブル、アンパイボット関数でした。一方、 その他の列のピボット解除は、選択した列以外をピボット解除する機能で、使用される関数はテーブル、アンパイボット、アザー、カラムズ関数でした。二つのコマンドを、今回のサンプルの列名を使って言葉で表現すると、どちらも、パーツナンバー列とアイテム列以外の列をピボット解除した処理と説明できます。 手順は随分違うのですが、クエリ作成時点では、2つのコマンドの結果は同じなんです。しかし、多くの場合、列のピボット解除を利用したクエリは、運用を始めるとエラーが発生するのです。その理由を紹介するために、今回のデータで、以前の仕様の列のピボット解除で作成されるコードを再現してみました。 それが、このコードです。冊子のいい方なら、お分かりですよね。使用されるテーブル、アンパイボット関数は、第2引数にピボット解除する列を指定するんです。でも、このデータは、どう見ても月が変われば、日付が変わることが予想できます。もしかしたら、毎日日付が変わるのかもしれませんよね。だから、運用を始めると、エラーが発生するわけです。 そんな列ないいよ。ってね。そもそも、見出しが変化するデータに対して、列のピボット解除のコマンドは使ってはいけないのです。そのために、その他の列のピボット解除が用意されているのですから。その他の列のピボット解除コマンドは、列のピボット解除コマンドの横の下向き三角をクリックして、 表示されるメニューの中にあります。こんなとこ、普通の人は見つけられませんよね。まだ、さっき紹介した、右クリックメニューの中の方が、見つかりやすいかもしれません。ただ、見つけたところで、二つの違いに気がつく人が何人いるやらです。ここまで話を聞いた皆さんは、二つの違い、わかりますよね そうです。その他の列のピボット解除では、今後も変化しないであろう列を指定して、今後変化するであろう列をピボット解除しているのです。だから、運用を始めて、見出しの日付が変化しても、エラーは発生しないのです。そして、ある時、マイクロソフトも気がついたのでしょう多くの場合、 ピボット解除する列の見出しは変化することに。そして、そーっと仕様を変更したのです。列のピボット解除コマンドで記述されるコードを、従来の選択列をピボット解除するテーブル、アンパイボット関数から、ユーザーが選択していない列以外をピボット解除する、テーブル、アンパイボット、アザー、カラムズ関数に、 その他の列のピボット解除はなくすと混乱するのでそのまま残して選択した列のみをピボット解除というコマンドをそーっと追加してテーブルアンパイボット関数も使えるようにしたわけですつまり現在の仕様では列のピボット解除を使ってもその他の列のピボット解除を使っても作成されるコードは この同じコードが作成されるというわけです。それならば、たくさんの列を選択する必要がある。列のピボット解除を使うのではなく、少ない列を選択する、その他の列のピボット解除を使う方がいいよね。ということです。まとめ。今日から、 列のピボット解除は使わない。ピボット解除は、ピボット解除しない列を選択して、右クリックのコンテキストメニューから、その他の列のピボット解除を使いましょう。いかがでしたかお役に立ちましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。